あちどうも、もなみです。今日は友達と浅草に行ってきますが、その前に朝のこの時間に筋トレをしていきたいと思います。今日の朝ごはんはね、マグロの漬けですね。漬けマグロっていうのかな、ご飯にのせていただきたいと思います。昆布で漬けてあるのでちょっと糸引くんですけれど、これがまたコクが出て美味しいんですね。漬けマグロと白ご飯、シンプルにいただいております。マジでうまい。もう何杯でもご飯食べれるくらい美味しいです。これ私の朝ごはんはまだ終わりません。ここにね、昆布だしをかけてお茶漬け風にしていただきます。私はね、本当に心から思う、これ毎日食べたい。毎日。今日は浅草で友達と待ち合わせてるんですけれど、その前にね、銀行に行きたいと思います。あのね、ビザの申請するのに残高証明が必要なので、残高証明書を発行して、で、まあその用事を済ませた後に待ち合わせに向かいたいと思います。結論から言うとダメでしたなんかね、残高証明を発行してもらうのに届け出印みたいな、自分のハンコ必要なんですけど、どのハンコか分かんなかったから、なんかハンコを登録し直す手続きしなきゃいけなくて、それがね、何時間もかかるみたいだから今日はやめました。まあ今日3月末なのでね、まあ行った時期も悪かったですね。浅草駅で待ち合わせてるんですけれど、どうやら私たちね、違う浅草駅に来てしまったみたいで、浅草寺で待ち合わせすることになりました。浅草寺がどこにあるかは分かりませんが、まあ人の流れについていけば着くんでしょう。やっぱり雷門は浅草寺だそうです。なのでここで友達に会えるはずです。どれ今日ラッピングと思って見てたの、ピンク着るかなと思って綺麗、楽しいこの通り受ける。じゃあ今日なんかやんの、運勢占うの、大凶か、大凶か、今日が吉日。え、そうなの。これは煙を浴びて幸せになれるってことでいいの？お清めしてるんだ。どういう煙だの？うん、ね。エージェント手配で個人手配でしょ？うん。自分でやってる。今日アパート一軒内覧みたいな、内見なんていうの？内覧。内覧。内覧入ってるから、うん、ちょっと、もしかしたら連絡来るかも、向こうの人から。ズームで？いや、あのね、向こうの知り合いの知り合いに頼んであって、知り合いの知り合いが私の代わりに内見に行ってくれるから、そこで写真送ってくれたりするのかな。写真とか動画送ってもらう感じ。あの時、乗り換えたじゃん。乗り換えた。中国で。あの、すごい怖かったよ。かった、何を使えないっていう恐怖が分かる。なんか全部電波が遮断されてるっていうあの恐怖は耐え難いものだよね。繁殖できると思う。いや、かわいい。地球がいいです。地球が高いね。何、地球が高いね。地球は結構ね。奥でいい？いいよ。それいい。わ。何？名前まだ名もない。名もない新商品。言わない。やめるって言わずに来た。あ、そういうことか。ね、これ何？醤油みたいな。あんみつかこれが。本当に魚の匂い。
たみたいな匂いするね。マスクの下からでも分かるもんね。こっちが濃厚ラーメンだね。こっちがマダイラーメン。なんかいいね、透き通ってて。さすが、魚ラーメンさ苦手なのよ。でもめっちゃうまいね。なんで逆に来ようと思ったの？苦手なのに。本当だよね。これはめっちゃ美味しい。大丈夫？めっちゃ魚だけど大丈夫？そうね。でもなんかこれ見た時に、うん、あ、ここはめっちゃ行きたいと思って。最初送られてきた時、こういうの好きだったっけって思ったの。ハンバーガーとか食べてるイメージだったの。今めっちゃ魚好きなんだよ。目覚めた。目覚めた。美味しいよ。味覚が変わった。魚くん見てるからかな。今日ね、実はね、友達からプレゼントをもらったんですよ。もう私が日本からいなくなるからね。かわいい。ダダダダダダン。かわいい。こっちがニール&ハンドクリーム。こっちが、なんて書いてある？化粧用油。スキンケアオイルなんて、うん、このオイルの方は髪の毛にも使えるよって言ってたかな。現在時刻はですね、10時50分なんですけれど、私はまだ寝られません。なんか私は今フランスで住宅物件を探してるんですけれど、今日私のいいなと思った小さなねアパートの内見があったんですね。もちろん私は日本にいるから私は内見行けないんですけれど、私の知り合いの知り合いに頼んで、その直接面識はない人に内見に行ってもらってるわけです。スーパー優しい、もうジェントルマンがいるので、その人にお願いして内見に行ってもらって、本当に私の行こうと思ってるフランスのリヨンっていう場所は、物件の情報がサイトに載ったらすぐに電話しないと、もう内見の予約がいっぱいになっちゃうですね。すぐに電話しないと、もう数時間後とかだと、もういっぱいです、ごめんなさいみたいな言われちゃうんですよ。で、だからまず内見の予約を取るのが難しいんですよ、そもそも。特に私みたいに安い物件を探してる人は特にかな。もうちょっと値段ね、高いところだったら余裕あるのか知らないですけれど、みんな本当に住みたがるところなので、で書類もいろいろもうほとんど送ってるんですけれど、あとね、なんか必要なのが私の親の何なんか源泉徴収票みたいなやつを送んなきゃいけなくて、でも私源泉徴収票の親の源泉徴収票のフランス語版なんて持ってないので、とりあえず今源泉徴収票を英語にして、で英語にしたものをフランス人の知り合いに送ってフランス語にしてもらうっていう作業をやりたいと思います。開始早々天才って思ったんですけど、このサイトにね、ビズケンとかいうね、このサイトにね、もうねテンプレートがあったからさ、これダウンロードしてみたんですよ。もうそしたらもういきなりこれ出てきて、最高。これをあとは英語に変えるだけですね。1時間かかった。1時間かかってやっと今ここです。これが before ですね。日本語の源泉徴収票ですね。これが今やっとこさね、これ左側英語になりました。まあ正確かどうかは置いといて、なんか見た目はぽくなりました。で、あとはここに父の情報を入れていきます。できた。
出国も近いのでいろんな人に会ってお別れをしてっていう日々がね続いております。無事うまくいくといいんですがね。それでは皆さん、夜も遅いので寝ます。バイバーイ。